はい、どうも高尾です。RS4 ですね。ベノムです。ベノムの方は、前お伝えした通り、キットの状態は、まあ、TNT と同じなんですけど、メカ類はモーターのみしかついてない、モデルになります。最近の、グースカイは、ホビーウィングとね、なんかコラボして、OEM 専用の形した、アンプ、そちらの方をね、発売してるみたいなんですけど、まあ、ちょっと日本では、見れてませんね。まあなかなかね、純正のやつがあったんで、そちらの方が優勢になってしまうのかなというのもあります。今これ使ってるのはホビーウィングの60アンペア、こちらの方使ってますけど、まあ、ぶっちゃけ80にすると一気に重量重くなっちゃいますんで、能力的にはこれで十分ですね。はい、じゃあアイドル1。これ今アイドル1なんですけど、まあ2はちょっと凶悪モードなんでね、練習するにはほんとこっちのねモード、アイドルアップ1、そちらの方がね全然扱いやすいんで今やってます。こうやってバチンって止まるのが CGY ですね。こうやってピタッと止まるのがね、やっぱね CGY のすげえとこかなーっていうのは思いますね。まあ 3D はもちろん上空フライトでもね全然こいついけちゃいますんでね。まあ、基本はこのストールターン、これはね絶対必需品ですね。上空フライトのスタンダードの技。まあ、背面フライト皆さんやりたいというのはね、多分まあ自分もそうなんですけど、まあ、みんなそう思うんですけど、やっぱ基礎訓練、上空フライトをやってストールターン、ロール、ループ、それは最低限ね覚えた方がいいと思いますね。で背面入れてホバーリングで4点打ち、まあ自分もそんなうまいもんじゃないんですけど、
ロール。これがね、軸通すのがね、まあすげえすげえすげえ難しいです。だから三シフライヤーとかね、すんごい芯通すからね、すごいですよ。これジャイルのね、性能だけじゃちょっと足りないですね。うん、ハードランディング。はい、あれそうですね。アレスを飛ばした後の、OMP ホビー M4 の比べをちょっとね、語ってみたいと思います。M4 なんですけど、そうですね、あちらの方が、ラダーとかね、強いんですけど、今、あちらの機体は、フロントプリをちょっとね、99T から88に一気に落としたんで、テールの回転、ね、こちらの方をね、今押さえてるような状態になってます。やっぱ速すぎると、ジャイロの制御ができなくて、ハンチングとかも起こしやすいので、まあ、適度な風量が確保できるんだったら、まあそちらの方がいいのかもしれません。ちょっとね、原理がね、自分、どうなんだろうなっていうのが、あるんで、これはもう設計者じゃないとわからないところがあります。で、RS4 と M4 の、メンテナンスの差なんですけど、これ OMP ホビーバージョンでも語ったんですけど、まあここですね。こちら、こちらの、プーリーモーターが下にあってプーリーがテールプリがね、こっちの上の方にあるんですけど、実はこっちの機体の方がね、整備性が実はすごいんですよね。これ、シャフトの、ボルト抜いて、やれば、まあ簡単に外せますし、こちらのね、押さえてる、モーターマウント、こちらもね、緩めちゃえばもう簡単にね、調整できますんで、で、何がね、M4 の方がね、まあ逆に面倒くさいかというと、ね、ここのフレームのこのシャーシをばらさないと、まあ、テールベルトのメンテナンスができないというのがね、まあ最大の弱点かなと思ってます。あと、飛びの方は、RS4 の方が、そうですね、舵はシャープに入るような感じがしますね。まあ、ジャイロのね、特性でいくらでも変えられるんですけど、まあ、これ、同じ CGY760R を搭載してるんで、まあ、対比はできると思います。で、ラダーは、先ほど言った通り、M4 の方はね、どっしりと強いんで、こちらの方は、まあ、がっちり止めてくれるんですけど、こちらも、RS4 の方も、超高回転を使わなければ、ラダーがっちりね、止まってくれますし、適正な回転で回ってくれます。まあこの、ベノム、改良バージョンってわけではなくて、まあここのスワッシュサーボのね、配置を変えたバージョン、これね、コンバージョンキットは出てないんですけど、確かね、材料としてフレーム2枚と、こちらのアッパーフレームを、ね、2枚、購入すればコンバーションはできます。まあもちろん、そのままだと今度純正のサーボが使えませんので、それは通常の、DS215K の、サーボが非常にね今扱いやすいんで、まあそれを推奨してます。今ね、こちら搭載してるのはね、GDW の DS290MG というね、ものを使っております。ね、GDW は中国のメーカーですけど、まあ、FW200 の純正サーボにも採用されてますし、最近はね、GDW 使ってる世界選手権フライヤーも結構いるみたいです。自分は大型機としては、
そうですね、ニンバス550使ってますけどね、まあすこぶる順調にね動いてます。あとはそうですね、ラダーサーボーなんですけど、こちら、KST-MS565 というものを使っております。モーター自体は、コアレスモーターなんですけど、こちらの、ポテンショメーターが接点レスを使ってるみたいです。前、接点が普通の、抵抗式のやつをね、まあ使ってたんですけど、565X ってやつでしたかな、それ使ってたんですけど、そちらね、まあまあそちらも問題はないんですけど、まあこれを一回使ってみたかったなと思って、まあ、初めて使った機体がラウ420ですね。こちらの方のラーダーに使ってるんですけど、まあそちらもね、まあ快調に使っております。まあ摩耗するのが結局コアレスモーターなんで接点持ってますんでね。どちらにしろこれがブラシレスモーターになれば最高になるんじゃないかなと思ってます。あとフライト中に話した、ホビーウィングの、60アンペア。プレミアム60アンペアですね。こちらの方ね、まあ非常に優秀なんですけど、テレメトリーの方を、まあ、純正のアダプター返して双葉の、S バス2に送ることはできるんですが、まあ今回自分はそれを使わず、こちらに、アンプから出てる黄色い線、こちらの方を、ほい、こちらですね。CGY のね、RPM っていうところに突っ込んで、これジャイロ、ガバナ制御には使ってないんですけど、回転を読み出すために使っております。で、これパルスがちょっとね、まあめんどくさいんですけど、これモーター管の中にある、磁石、こちらが42ポールということで42個あることになってます。それによって、42っていうのはこの、双葉の T16IZ だと、42ポールというね設定ができないで、回転数がね正式にちょっと出にくいんですけど、そこは 42÷3 で、やっております。まあちょっとしたね算数、まあ数学まで全然いかない算数でねやってるんですけどね、それでね、まあ回転数は読み取れますんで、まあ、こちらの CGY760R の、RPM を、使って、メインローターの回転数を割り出して、まあ自分の好きな回転数で調整するというのはまあありなのかなと思っております。はい、なんか長々とねベラベラ喋っておりますが、まあ RS4 この辺でねキャノピー簡単に外せるんですけど、まあキャノピーだけでなくてこのバッテリーもね簡単に取り外してしまう、ことができるんで、この機体はねまあつけっぱなしでやってる感じになってます。はい、ではね、以上、RS4 についてグダグダ語ってみたという動画になってしまいました。はい、もしよろしければグッドマークよろしくお願いします。それでは失礼します。